ワイカワはイギリスで5番目に長い川であり、その流れの一部はウェールズとイングランドの境界を成している。ワイカワは自然保護とレクリエーションで著名である。ワイカワのローマ名はバガと言い,い、その五感はさまようという意味のベガーから来ている。10分の1税地図にはウィッチチャーチとチェックストンの両方にバガスフィールドという地名が出てくる。現在のウェールズ名クイは、 ウェールズ語のグイビールあるいはグイアーからつけられたのかもしれない。チェプストを流れるワイカーは、対岸にチェプスト上、中央に見えるオールドワイ橋は、モンマスシャーとグロスタシャーを結ぶ。ワイカーの源流は、ウェールズのプリンリモンの産地にある。そして上流から順に、ラーアデル、ビルス、ウェルス、ヘイオンワイ、ヘレフォード、ロスオンワイ、シモンズヤット、モンマス。 ティンターンといった町や村を通り、チェックストーを過ぎたところでセバーン川川口に注ぐ。下半にはティンターン修道院などがある。総流路町は2 1 5ルワイ川はそれ自体が保全特別区として自然保護協会特別指定地区の指定を受け、イギリスの自然保護で最も重要な河川の一つである。下流のワイ渓谷の大部分が 特別自然景観地域であるように、ワイカーは広く自然が保たれ、スコットランドを除けば、イギリスで最も酒量に適した川とみなされてきた。しかし近年は、酒の訴状が激減し、環境庁が2009年に行った最終調査によると、ウェールズでは D 川より下回り、最も酒が取れる川ではなくなった。同年のイングランドの調査では、タイン川、リブル川、 ウェア川、ルーン川、エデン川のいずれよりも少ない。ワイ川での漁獲港は1967年の7864匹、1988年の6401匹から2002年にはたった357匹まで減少した。春の鮭の素性を回復させようと設立されたワイアースク財団は広域にわたる 生息地の回復活動を行っているものの、漁獲口の回復はなかなか進んでいない。少なくとも3年を海で過ごし、産卵のために戻ってくる大型の春の鮭で、ワイ川は特に有名で、1月から6月の間に川に登る鮭の中には2 2 6 8ラム以上まで成長したものもある。最大のものは1923年3月13日の 記録2 6 9 9ラムでカウポンドプールでドリーンデイビー城が長い格闘の末引き上げた。ワイカワから竿で釣り上げた酒で2 2ラムを超えた。直近の例は1963年にドナルド・パリッシュが捕らえた2 3 3 6ラムである。これらの大型の春酒は過去20年から30年の間に事実上いなくなってしまった。比較的 川の流れが緩く初心者に適することから、カヌー愛好家たちにも人気がある。ただしシモンズやっとの急流は上級者向け。兵から下流には一般高校圏が適用される。ウォーキングコースには Y、バレーワークがあり、Y 川に沿って高江戸ハフレンからチェプストまで続き、同票がきちんと整備されている。Y 川のザ・ビブリンス近くから見晴らす風景は、ヘレフォードシャー。 グロスタシャー、モンマスシャーの各カウンティが境を接するスリーカウンティーズビューとして知られる。レッドブルックから26キロメートル下流のチェプス島まで川の流れがイングランドとウェールズの境界である。平穏イでのワイカワ古代ローマ人たちは現在のチェプス島のすぐ上流にあたる地点に来と石からなる橋を作った。少なくとも14世紀初め以降現在までワイカワは モンマスまで船で、遡上可能になっている。1660年代初め、船が席を越えられるようウィリアム・サンズによって肛門が作られ、遡上可能な地点がヘレフォードまで少し伸びた。ヘレフォード社自治体考古学委員会によると、フラッシュロックが使われていた。しかしこの仕組みは、堅誤さに難があることが分かったため、 ワイカワとラグ川の水車場を買い上げ取り壊すことをヘレフォードのカウンティに認める法律が国会によって1696年に定められた。校門と席は皆取り壊されたが、グッドリッジ下流の生成路にある新しい席だけは1815年まで残された。この工事はカウンティの税で賄われた。ヘレフォードシャアではワイカーの席がすべて取り除かれたことにより、 流れに乗って西の境を越え、少なくとも平穏ワイまで行けるようになった。馬による引き船道が1808年に新しく作られたが、それはヘレフォードまでしか登らなかった。それ以前はセバーン川のように平底に船は人力で引かれていた。ラグ川をワイ川との合流地点モーリフォードからレオミンスターまで改良する工事が何度か行われたものの、 楽川の高校は相変わらず難しかったようである。ワイ川は1850年代までは商船が行き来していたが、それ以降は鉄道が商業輸送を担うようになった。現在でも娯楽用の船は使われている。平穏は近くでのカヤック漕ぎ、シモンズやっとでの船便川の航行管理は環境庁が行っている。川の標準素上限界はビッグスーヤーであり、 ワイ川はカヌー漕ぎとカヤック漕ぎに適している。なぜならグラスベリーから平ワイを経由してヘレフォードセバーン川に下るまでずっと各人の技量に応じた各区間を無料で利用できるからだ。川には様々なカヌーのレンタルやガイド付きツアーがあり、主だった地点にはキャンプ場も設けられている。シモンズヤットは特に人気のある一連の急流であり、2003年に イギリスカヌー連合が買い上げて、レクリエーション用に給流を維持、管理している。ヘレフォード、ロス・オン・ワイ、モンマスにはそれぞれ想定クラブがある。ロス・オン・ワイとモンマスでは、毎年レガッタが開催され、地元のクラブとともに、あらゆるレベルの想定者、スカルコンゲ社が参加している。ロマン派の詩人ウィリアム・ワーズワースは、1798年出版の、 呪状ジョジョ民謡集に収めた有名な詩、ワイカーの岸辺を再放した折、ピンタン総印の数マイル上流で書いた詩章において、ワイカワに対する富子法を使っている。行くたび、心から私はお前に向かったことか。ああ、森を行くワイカワよ。森をさまよう者よ。行くたび、私の心はお前に向かったことだろう。ワーズワース、ワイカーの岸辺を再放した折、 ティンタン総員の数マイル上流で書いた師匠、ありがとうございます。